はい、皆さんこんにちは、ユニティの大森です。今日もやっていきます。で今日はですね、恒例になっております、1ヶ月に読んだ本ですね、ご紹介していきたいと思います。で、今回は12月ですね。もう1月下旬なんですけれども、12月に読んだ本を、ざっとご紹介していきたいと思います。で、結構12月読んでいるっぽいですね。なのでコンパクトに、いつもちょっと長くなっちゃって見るのがしんどくなる動画で、作るのも大変な動画になっちゃってるんですけれども、ちょっと、短くコンパクトに今回はいきたいと思います。で、12月ですね、いろいろ読んでまして、ただ、一番最初に読んだのは、もう何回目の登場かわかんないですけど、精一杯の悪口ですね。これはなぜ読んだかというと、書評を書くために読み直した、本ですね。去年の年末に、アップした動画で、このお店で、売れたトップ5の、第2位だったんですけれども、年末年始かなり売れまして、今は一番このお店で売れてる本になっているのが、この精一杯の悪口ですね。まだまだ売っていきたいと思っております。まだね、読まれてない方は、まあ、動画とか見ていただいても、いいと思いますし、店頭で手に取っていただければなと思います。はい、ということで1冊目は堀静香さんの精一杯の悪口、100万年書房、です。で、2冊目ですね。2冊目はこちらです。講談社の文芸文庫の12月の新刊でしたね。はい、12月の新刊で、菊池信義さんの想定百科、ですね、こちらを、読んでます。で、まあ、これはあの、菊池さんという、まあ、想定家の方が、昨年ちょうど1年ぐらい前になると思うんですけれども、お亡くなりになられて、まあ、その方の、特に講談社文芸文庫というレーベルで手掛けられた作品から、ピックアップして、でお弟子さんの、水戸部勲さんが、編集されてできた一冊ということで、まあ、本がお好きな方とか想定とか、デザインにご関心のある方は、まあ、一冊本棚に置いてあるとこういいんじゃないかなと思う一冊でもありますので、ちょっと値段は張りますけれども、置いておきたくなる、本かなと思いますので、気になった方手に取っていただければなと思います。で、345はもう一緒に行っちゃいます。345はですね、ちょっとイベントの勉強ですね、勉強のために読んだ、3冊です。あ、そのイベントが何かと言いますと、歌人の穂村弘さんのイベント、に向けて、ちょっと自分の頭の中を短歌モードというか穂村さんモードにしようと思って、立て続けに読んでた3冊になりますけれども、まず、1つ目がこちらも講談社ですね。講談社の水中浴船炎上中、ですね、2018年に、出ていた、ものなんですけれども、こちらを、読みました。でこちらは、単独で、おすすめ本の動画でも取り上げたことがあるので、ま、気になった方は動画見ていただければなと思います。で、3冊目がこちらで、4冊目が、こちらも、歌集ですね。穂村さんの歌集で、これはね結構新しく出た、歌集で、もともと単行本だったのが文庫化したもので、2022年の11月に出たラインマーカーズの、文庫版、小学館文庫ですね、こちら、も読みました。でこちらは、先ほど言ったように穂村さんの、自薦の歌集になりまして、この水中浴船炎上中以前ですねの、ものを、自薦でセレクトされたものが入っている、作品集ですね。
なので、この LINE マーカーズと水中抑制炎上中2つ目は、穂村さんの歌集はだいたい終えるというか味わうことができるのかなと思います。で、5冊目がこれは穂村さんのエッセイですね。エッセイも一つ読んでおかないとなと思って、読んだんですけれども、現実入門ですね。公文社文庫から、出ています現実入門というのを、読みました。で、これは穂村さんがこう今まで、体験したことがないことを体験するという連載ですかね、そういう連載を、まとめたものになりまして、例えば、献血をするとか合コンに行くとか、競馬に行くとか、あとはこうモデルハウスを見に行くとか、そういったものを、この担当編集者の方と一緒に、体験していくっていう体裁で一冊にまとめられているんですけれども、やっぱりエッセイ読んで思うのは、穂村さんすごくつかみどころのない人だなっていうのは、とてもよくわかるというか、こういう方はあんまりいらっしゃらないんだな、だろうなっていうのが、よくわかる。穂村さんの入門としても、いいのかもしれないエッセイですね。現実あるいはそうじゃない虚構の合間をですね、ちょっとさまよいたい方は、手に取っていただければいいかなと思います。はい。で、6冊目はちょっと、趣向が、変わってはないんですけれども、ちょっとシックなやつをね読みました。で、これは道谷という出版社から12月に出た、新刊ですね。で、著者の方は大川君和さんで、花のように自然の中に、副題で江戸の空には時が飛んでいたというタイトルで、この方は確か、高校か学校の先生をずっとされていた方で、教育者の方なんですね。なのですごくこう誠実というか特実な感じ、こう整った文章を書かれる方で、頭にスッと入ってくるような感じもありますし、こう今の時代にはないようなっていうのは、こういろんなところを専門文化するんじゃなくてオールジャンルでこうつなげながらこう展開されるので、好奇心がすごく、刺激される、読み物かなと思いますね。で、出てくる名前もこう非常に様々で、ゴッホ、中西、五道、唐木、純蔵、湯川秀樹、浅永慎一郎、堀米洋蔵、杉本博史、村上陽一郎、阿部金也、小林一茶、金子平太、森有正、吉田健一、養老孟司、唐谷浩人、河合駿とか、いろんな方の作品をすごくね、博識の方だと思いますけれども、こういろんな作品、著者の作品に触れる中で、ご自身のこう考えっていうのをまとめられている本かなと思います。僕は結構ね、昔ぽい作品、が好きというか文章が好きで、結構やっぱり伸び伸びしているなっていうのが、いいところかなと思うんですけれども、そういったのがこう今の、時代、新刊としてまだ出てくることの、喜びみたいなのは、ありますし、楽しい本かなと思います。で、道谷はやっぱ想定がすごいやっぱりねいいですね。これはゴッホのアーモンドですかね、アーモンドだと思うんですけれども、そうですね、ゴッホのアーモンドが想定、デザインに使われていて、で漏れなく、背表紙の文字は箔押し、っていう、で帯なしっていう、硬派な出版社ではあるんですけれども、本の、内容にすごく合った、一冊かなと思います。で、7冊目ですね。7冊目が、こちらです。
講談社でポエトリードックスという作品で、著者は斉藤凛さんですね。これは動画にしました。おすすめ本に、しまして、出たのは10月とかでしたかな。そうですね、2022年の10月に出た本で、まだまだずっと売れているみたいですね。で、まあ、これは、詩の本ですね。ポエトリーと書かれているんですけれども、いろんな詩を犬のマスターがこうお通し代わりに出して、その詩を味わっていくっていう、本になります。で、まあ、今の時代にすごく合った、作品かなと思いますし、今4釣りになっているんですかね。もう1ヶ月1釣り以上のペースですね。なのですごく好調で、まだまだ売れていくと思いますけれども、まあ、気になった方、動画を見ていただくなり、手に取っていただくなりしていただければなと思います。で、8冊目ですね。8冊目も、1回動画で取り上げて、注目の新刊紹介で取り上げたんですけれども、本雄十さんと、北島拓也さんのお二人の、これ自費出版ですね、日本語に住み着いてという滋賀の毎日新聞で、連載されていたものをまとめた一冊ですね。で、まあ、恩さんは、来月2月か3月にもエッセイ集が、出るみたいで、まあ、なんて言うんですけどね、今の時代の関心というか、すごくボーダーレスになってきている中で、まあ、より一層こう存在感を増していく書き手の一人かなと思いますので、こちらもね、気になった方こうチェックしていただければなと思います。で、9冊目、こちらも動画にしましたけれども、講談社からカプチーノコースと片瀬、チオルさんという方の、作品ですね。で、こちらは、26歳の女性の主人公の方が休職中に海岸でゴミ拾いをする中で、まあ、働くこととか、生きること、まあ、自分を、まあ、問い直してこう自分を見つめ直すという、物語ですね。まあ、これもこうかなり今の労働であったり、生き方の問題に即した作品かなと、思って、こういったものを必要と、される方は結構いらっしゃると思いますし、心の、処方箋になるような、一冊かなと思います。まあ、なんかね、こう学校とか職場とか、まあ、あるいは家庭とか、もうちょっとね、人間関係に疲れたような時に手に取ってもらえればいいかなと思う作品なので、まあ、ちょっと頭に入れておいていただければなと思っております。で、10冊目が、ちくま書房津村明子さんの、苦手から始める作文教室という、ちくまQブックスというシリーズの一冊ですね。まあ、これは結構良かったですよという、口コミを聞いて、読んだ、本になるんですけれども、まあ、僕も文章を書くのめちゃくちゃ苦手なのでまあ、こういった本は読みたくなってしまうんですけれども、まあ、津村さんは芥川賞を捉えたような、まあ、まあ、プロの書き手なんですね、が、最初からこう文章を書くのがどんどん苦手になっている、もう何も書くことがないけど書かないといけない、それが仕事だからっていうようなスタンスで始められていて、まあ、文章で、ご飯を食べていらっしゃるような方でも、こう書くことない、どうしようっていう、そういう、こう人並みな悩みを抱えていらっしゃるんだなと思いますし、そこから、どうやって書いているかっていうのをこう開示して教えてくれるので、こう読書感想文とか、でもそうですけれども、こうすごく、まあ、書くハードルが下がる本かなと思いますし、まあ、より実践的に書くことへのステップっていうのを踏める、本かなと思いますので、まあ、なんか書けないことに対して、まあ、悩んでいる方いらっしゃれば、
手に取っていただければいいかなと思う一冊ですね。で、11冊目が三島社から2022年の9月に出た、本で、伊藤亜紗さんと村瀬隆夫さんのお二人の往復書簡ですね。往復書簡集で、ボケとリタというタイトルの本ですね。こちらを読みました。これは結構9月出たばっかの時に半分ぐらい読んでたんですけども、途中で中断していたのを最後まで読んだのが12月だったっていう本になりますね。で、伊藤さんは、専門は美学をご専門にされている方 で村瀬さんは実際の介護の現場に立って働かれている方の2人が、ボケと、リタですね、リタっていう、あんまり結びつかなさそうに見えるものについて往復書簡で考えて行かれるっていう本になります。でボケとリタ、さっきも言った通り全然こう紐づかなさそうに見えるんですけれども、こう結構ねこう通ずるものがあって、目から鱗というか、すごくね新しい発見が得られる本じゃないかなと思いますし、こう他者と付き合っていく上で、一つ手がかりになる本かなと思いますので、介護とか、実際にされている方はもちろん、そうじゃない方もこう手に取って読んでいただければなんか、あーへーってすごく思える、本かなと思いますので、手に取っていただければなと思います。はい、で12冊目と13冊目、これは一緒に行きます。で、これはですね12月に読書会を、した関連ですね。だからイベント関連で読んだ本になりますけれども、アニエルノーですね、ノーベル賞を受賞されたアニエルノーの、課題本自体はシンプルな情熱っていうのを課題本にしてたんですけれども、10月に、アニエルノーの新しい、翻訳書が、早川駅文庫から出ておりまして、嫉妬情熱という本ですね、こちらも出ていたので、合わせて読んだんですけれども、あらすじだけね見るとこれがノーベル賞を取るんだって思うようなあらすじなんですけれども、これ読んでみるとめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃよくって、これはノーベル賞取るの納得だなって思える、作品でした。去年のこうショーフィクションの中ではかなり上位に来る、作品だったなっていうぐらい良、かったですね。特にこのシンプルな情熱っていうのはすごくいい作品でした。なので、ノーベル賞を取りましたし、まだこういろんな書店に置いてるかなと思うので、ぜひ、手に取っていただければいいかなと思います。14冊目ですね。14冊目は、ちくま書房ですね。ここも12月、先月の新刊ですね。天童新さんという小説家の方が、書かれた君たちが生き延びるために、副題が高校生との22の対話、ちくま書房のちくまプリマー新書の、新刊でした。でこれは、天童さんが高校で、講演というかこう高校生の方との質問にいろいろ答えていくっていうそのやり取りが収められた、本になります。で、とにかく、生き延びてほしいと、生き延びているとこう幸福に出会う機会も必然的に増える、からまずはとにかく生き延びてほしいっていうのがメッセージとして込められていて、その中で、実際に高校生とかがぶち当たるこう質問の22ですね、22の質問に対して、こう具体的なアドバイスをされているっていう本で、これは高校生に限らずこう悩みを抱えているような方、ちょっとこう手を伸ばしていただいてもいいのかなという本ですし、高校生とか中学生のお子さんがいらっしゃったりとか、そもそも
高校生、学生の方で、こう将来に不安を覚えて、おられるような方は、ちょっと見ていただくと、こうふっと楽になるのかなと思う一冊なので、気になった方に取っていただければなと思います。で、15冊目も新書ですね。で、これちょっと古いんですね。ちょっとというかかなり古くって、今までのほぼほぼ新刊で来てたんですけど、これもう20年ぐらい前じゃないですかね。あ、1995年に出た本なんで、僕が生まれた年に出ている本なんですけれども、大平健さんの優しさの精神料理というタイトルの本で、岩波書店岩波新書から出ている本ですね。で、今最低少なくとも40刷りになっているので、ロングセラーになっている本ではあるんですけれども、何かで見たんですよ。何かで見てこう読みたいなと思ってパーって読んでる本ですね。で、タイトルに優しさの精神病理っていうのが書かれていて、で、こうその優しさっていうのが、こう若い、この当時ですよ、この当時の若い人の優しさっていうのがどうもおかしいぞっていうところから、それについてこう実際の臨床、話を聞く中でどういった、背景があるのかっていうのを探求されている、本になるんですけれども、その優しさっていうのが、何でしょうね。例えば電車でこう席を譲ってあげないのが優しさだっていう、ちょっとなんか盗作した優しさになっているっていうのにこう疑問を感じて、それは本当に優しさなのかって、著者の方が思っている優しさと若い人の優しさっていうのがこうずれているっていうところが出発点ですね。いや、本当は譲ってあげた方が優しいんじゃない、いやでも、譲らないことが、つまりこう譲りましょうかっていうことで相手を傷つける、相手の気分を損なう可能性があるから、それをしないことの方が優しさっていう、優しさのこう価値観っていうのが、ずれてき、ている。で、これはなんかある意味今もこうそういう面があるかなと思いますし、ただこう全く一緒かっていうとまたちょっとね変わってきているような気はするので、こうもしこういった本のアップデートされたものがあれば、また読んでみたいなと思うテーマですね。で、16冊目ですね。16冊目がノンフィクション。今月ノンフィクション1冊だけですね。ノンフィクションで、小文社からこれ11月ですかね。11月ぐらい。そうですね。11月に出ている、新刊でした。顔のない遭難者たち、副題が地中海に沈む移民難民の尊厳という、副題が付けられておりまして、で、著者はクリスティーナ・カッターニョさんという方で、役者が栗原、俊英さんで、イタリアの方ですね、著者の方は。で、タイトルが、顔のない遭難者たちで、副題に地中海に沈む移民難民の尊厳って書いているんですけれども、こうある国から脱出あるいは移動する、で船に乗ってそのまま船が沈んで、それが地中海ですね、地中海に沈んでこう顔が、白骨化したりとか、魚に食べられて顔がなくなってしまった遭難者たちのアイデンティティを特定するために紛争する方のノンフィクションですね。なのでジャンルとしては法医学ノンフィクションということになるんですかね。で、帯のところに身元不明の遺体のアイデンティティを求めてということで、残された家族とか親族の方っていうのはこう確定できないわけなんですよね。その人が 99% 死んで亡くなっているかもしれないけれども、もしかしたら 1% の望みで生きているかもしれない。ただその状況に置かれ続けることっていうのは、もしかしたら、亡くなったって告げられることよりも、しんどいことなのかもしれない、辛いことなのかもしれない。だから、知りたいって思う方はいらっしゃるわけですよね。ただ、移民とか難民の方っていうのはなかなか、特定することができない。
それを照合するデータベースっていうのもないので、まあ、どうしようもない中で国境を越えてそういった人たちの、まあ、遺体ですね、遺体のデータバンクのようなものを作って、で、申請された方が持っている元々の DNA、が検出できるようなものだったり、そうじゃなくても写真とか、その人のこう認識、記憶している顔、例えば、まあ、ここにほくろがあったとか、そういったもので遺体の身元を特定することによって亡くなった人のこう尊厳を回復しつつ、残された方が、まあ、その人の死っていうのを受け入れることができる、きっかけにもなる、ということで、まあ、すごく、まあ、人間の尊厳ですね、そういった部分を考えさせられる、まあ、移民難民だからそれができないっていうのはやっぱおかしいよねっていうところから、スタートしている、もので、まあ、お金には変えられない、まあ、コストでは測れないような、価値っていうのを、認識できる本かなと思いました。で、17冊目ですね、はい、17冊目は、歌集ですね、去年の3月に出ている、歌集なんですけれども、岡本真帆さんの水上バス浅草行きという作品、歌集ですね、歌集になりまして、まあ、これもすごく売れているロングセラーになっている本なんですけれども、まあ、結構ちまちま読んでいて、読み終わったのが12月だったという本ですね。まあ、これはもうすごくこう今の短歌ブームを象徴するような一冊になってるかなと思うんですけれども、まあ、すごく、まあ、共感度合いが高いというか、イメージもすごくしやすくて、で、まあ、親近感の湧く歌っていうのはすごくたくさん入っていて、まあ、これを読むと、まあ、今のこう短歌ブームっていうのは結構、認識できる、分かる一冊かな、まあ、短歌に触れてみたい方にも手に取りやすい一冊、まあ、失敗しないというか、まあ、これ分からないな短歌とはならない一冊かなと思いますので、まあ、気になった方、手に取っていただければなと思います。で、18、19、20 もう一緒に行ってしまっていいかなと思うんですけれども、これはもう年末というか年始ですね、年始年明けに読書会をしていて、まあ、その動画は上げたんですけれども、3つですね、読書会をしていて、その3つが滑り込みで入ってきたという3作品になりまして、まず1つ目が森鴎外の舞姫ですね、こちらを読みました。で、これはね、現代両方読んだんですよ、原文と現代語訳。現代語訳で読むと全然違うなというか、読みやすさがこう抜群にこう上がるのはまあ当然なんですけれども、こう原文で一回くじけた方はもう躊躇なく現代語訳読んでもらってもいいかなと思うので、で、内容としては、読書会の動画でも触れましたけれども、まあ、夏目漱石の心と正直匹敵してもいいんじゃないかなって思うぐらい普遍的なこうテーマであり、日本の近代知識人が背負っていた宿命っていうのをですね、感じられる作品なので、去年が森鴎外没後100周年だったと思うんですけれども、まあ、まだまだこう読まれ続ける、作家なんじゃないかなというのは改めて思いましたし、もう作品そのものも、すごく、楽しめました。ということで、まず1作目が、森鴎外の舞姫ですね。で、年明けの2発目に読んだのがこっちですね、公文社古典新訳文庫から出ているゴーリキーですね、ロシアの作家、ゴーリキーの26人の男と1人の女という、ゴーリキー傑作選の中のその表題作ですね、26人の男と1人の女、というのを、2つ目に読みました。で、
これはもうすごくすごく面白い短編集ですね。短編集で、その26人の男と1人の女も、まあ、現代の話かって思うぐらい、すごくこうリアリティのある作品で、ただそれめちゃくちゃ笑える作品でもあるので、こう海外の古典っていうと、まあ、難しい、ちょっと遠い存在に感じられるかもしれないですけれども、これは全然大丈夫ですね。まあ、気になった方は動画をチェックしていただければなと思いますけれども、これはね本当におすすめの短編集です。で、最後ですね、最後は、安倍工房のこれは、水中都市デンドロカカリアという、まあ、2つの、作品が、タイトルに付けられているんですけれども、この作品集の中の侵入者という、作品を、3つ目ですね読んだ、作品になりまして、まあ、これはもう僕自身は多分5回ぐらい読んで、いるんですけれども、久々に読んで、で、まあ、読書会をして、で、まあ、改めてこう安倍工房の面白さっていうのを認識した、作品に、なりました。まあ、これも気になった方いらっしゃれば動画をチェックしていただければなと思いますけれども、侵入者ですね、これが2022年ですね、読み納めの作品でありました。はい、ということで、結局多分ね長い動画になっちゃってますけれども、今回ですね、2022年の12月に、読んだ、本ですね、計、まあ、20冊ですね。最後の方は短編があったので、まあ、実際には、20冊よりはちょっとね分量としては少ないと思うんですけれども、20冊、20作品ですね読んだ、ということになります。まあちょっと20になるとやっぱり読みすぎな感じが、しますね。なので1月に反動が今ね来ていて、あんまり1月読めてない、まあ、忙しすぎるっていうのもあるんですけれども、やっぱり12月読みすぎた、っていうのが大きいかなと思います。はい、ということで、20冊ですねざっと、ご紹介していきましたけれども、まあ、もし、気になる作品があれば読んでみていただけると、嬉しいなと思います。はい、ということで今回も、ご紹介していきました。いつもお付き合いいただきありがとうございます。また別の動画もご視聴いただけますと、嬉しいです。ということで、今回はこれで失礼します。じゃあバイバーイ。